生命の起源が分かるのに一歩進んだんでしょうか。小惑星探査機はやぶさがこの石や砂が入ったとみられるカプセルを砂漠に着地させました。右から左にどんどん明るくなっていっています。大気圏に突入、この火球右から左に移動していますが、これこそが小惑星探査機はやぶさ、太陽系の成り立ちを解明してくれるかもしれません。こちらは JAXA 宇宙航空研究開発機構の管制室です。サンプルがはやぶさ2のカプセルで持ち帰られました。6年間のミッションです。オーストラリアの砂漠にパラシュートを開いて無事着地しました。 0.1g ほどを分析のために東京近くに持ち帰ります。この小惑星リュウグウですが、3億キロほど離れたところにあります。そして組成、いつできたのか、どうやってできたのか、これを分析しますが、太陽やそして地球の成り立ちが分かるかもしれません。この小惑星は有機物が豊富と見ています。そして水も豊富と見られていますので、したがって地球の初期の頃の起源ですね、そのヒントを与えてくれるかもしれない。こうした組成物が水、炭素、つまり海を生み出して、そして生命の繁栄を可能にしているんです。 JAXA のメンバーの一人は完璧なミッションだったと言います。ただ今後も続くということです。着地の日にちが知らなかったので、はやぶさ3、4、5とあったらば僕も参加したいと少年は話しています。この近傍小惑星についてこれまでなかったような分析を行うことになります。オーストラリアの天文学者フレッド・ワトソンさんが次のように語っています。この非常に大きな可能性があるかもしれない、つまり小惑星の資料が初めて表層化から持ち帰ったわけですね。で、小惑星というのは時に45億年、つまり太陽系の歴史と同じぐらいの長さを漂っているんです。ケースもある。で、放射線が浴びて、で表層化が表面と異なっている場合があるわけですね。ところが初めてこのはやぶさ2はそのサンプルを表層化から採取した。ここにはいろんな秘密があるかもしれません。例えば鉱物の含有量、これは太陽系の初期の歴史を解明してくるかもしれない。それから炭素の含有量、炭素が豊富な分子によって地球の生命の起源を教えてくれるかもしれません。つまり表層化、表面の下ということが大事なわけですね、今回は。で、これは日本のミッションですが、なぜオーストラリアの砂漠に着地したんですか。まあ一番適切なところからですね。つまり探査機を帰還させるときにはその軌道によって決まるわけです。それから地球の方位によっても決まるんです。したがって事前に決まっています、いつ着地させるかということで。そうするとその目標は何年も前から選ばれていまして、それに基づいて着地をするわけです。そしてはやぶさ1の時もこの一帯に着地をしています。で、今後ですね、このカプセルはどうなるんでしょう。このカプセルは東京に運ばれます。そこで慎重に調べます。揮発性物質があったらそれを取り除くと。そして中に、その後ですね、開封をして中に入っているものを調べるということになります。オーストラリアの天文学者に伺いました。天文学者のワトソン氏は小惑星の重要性について、この探査機の重要性について語ります。可能性はものすごいですよ。初めて、つまり小惑星の物質の資料、サンプルを表層化から持ってきているわけですね。
で、この小惑星というのは時には45億年、つまり太陽系が生まれてからと同じぐらいの期間漂っているわけですが、このその期間放射線を浴びていますから、その表面上と表層か表面の下が変わってきている可能性があるわけですね。で、今回ハヤブサ2はその表層化をの採掘をしてきていると。で、そこにはいろんな秘密があるかもしれない。例えば鉱物の含有量、これは太陽系の初期のことが分かるかもしれない。それから炭素の含有量、この炭素豊富な分子が地球の生命の成り立ちのヒントになるかもしれません。つまり表層化の採掘が今回は違うわけですね。そうですね、これは日本のミッションですけれども、なぜオーストラリアに帰還したんですか、着地したんですか。それは着地に最もふさわしいからです。つまり探査機が帰還をするときには、この探査機の軌道で決まるわけです。それから地球の方位によって決まります。したがって事前に決まっているわけですね。いつ着地させるか、そしてその目標は何年も前に選ばれていますから、それに基づいて軌道も決まっていきます。そして今回実際2回目です。ハヤブサ1の時にはやはりこの近くですね、同じようなところに着地をしていますから。で、このあとこのカプセルはどうなるんですか。カプセルは東京に持ち帰られまして、運ばれまして、そして揮発性物質を取り出す、そしてその後開封をして中に何があるか分析をしていきます。Now are we one step closer to discovering how life on Earth began? What looked like a shooting star landing in the Australian desert was in fact a Japanese space capsule carrying the first samples of rock from an asteroid which could help explain the formation of the solar system. Mark LaBelle reports.It's coming from right side and it's getting brighter and brighter. Entering the Earth's atmosphere. That fireball on your screen, moving from right to left, is a closely watched space capsule whose contents could help explain the creation of our solar system. There was joy and relief at the Japanese Aerospace Exploration Agency's Mission Control as the soil samples sent from the Japanese spacecraft Hayabusa 2, part of a six-year mission, parachuted down safely in the Australian desert. Scientists are expecting about 0.1 of a gram will be returned for examination at their lab near Tokyo from the asteroid Rugu, which lies some 300 million kilometers away.They will measure the rock's age, what it's made of, and how it's formed, potentially offering vital clues as to how the sun and planets came to be. This one is special because this one is going to an asteroid that we think is really rich in organic material and in water. So in the very earliest history of the Earth, we think it might have been pelted, with asteroids like that. And that's what, gave us the water and the carbon to form our oceans and to, enable life to flourish on Earth. It's an exciting prospect.After a successful landing, following what one member of the space agency here described as a perfect mission, with many more to come. I had jotted down the dates when the probe adjusted its orbit. If there's a Hayabusa 3 or 4 or even 5, I'd like to be involved in a mission. That next mission on this mothership, having launched its first capsule, will boldly go examining near-Earth asteroids where no oneHas gone before. Mark Lobel, BBC News. And Australia's official astronomer at large, Fred Watson, has been following all of this very closely. Earlier, he told me why these asteroid samples are so exciting. The potential is enormous, because these are, for the first time, samples of the material of an asteroid which have been taken from below the surface.The problem with asteroids is that they float around in space, sometimes for 4.5 billion years, the whole age of the solar system. But they're being bombarded by the sun's radiation throughout that period. So the surface
material can be different from what's inside. So for the first time, the Hayabusa 2 mission has extracted a soil sample from within the asteroid, and that could contain all kinds of secrets, including the mineral content might well tell us about the early history of the solar system, but the carbon content, that's the extraordinary part, the carbon-rich molecules may hold some clues as to the building blocks of life on Earth. I see. So it's that digging down under the surface that's the crucial bit, the difference this time. And just very quickly, just clear this up, this is a Japanese mission. Why did it land back on Earth in Australia? Well, it's the best place to land these things. There's more to it. So it's all about when you bring a spacecraft home, you clearly, you know, you're determined by the orbit of the spacecraft itself and the orientation of the Earth at the instant that this thing is going to land. And so it's all rather predetermined as to when you should choose to put a spacecraft down. The target was chosen many years ago, and so the whole orbit has been basically dictated by that. In fact, it's the second time this has happened, because Hayabusa 1 also landed at Woomera. It's the Japanese. Okay, good stuff. And just very briefly, I'm afraid we've only got 20 seconds left, but in a couple of sentences, what happens next now to the capsule? The capsule goes to Tokyo, where it will be very carefully checked over. The volatile material will be taken out and it will be opened up to see what's inside. Thanks to Fred Watson there. Next.